はい、皆さんお疲れ様です。高原です。今日はですね、2019年の一発目ということで、もののけ姫に出てくるおっこと主様というイノシシ神がいるんですが、まあ、それを Z ブラシで作ってみました。で、そのまあ解説動画みたいなのをやりたいと思います。で、まあ、その Z ブラシの使い方があんま分かんない人とか、そうですね、あとはちょっと今回は Z ブラシの機能とかファイバーメッシュとかポリペイントとか機能を多めに解説しているので、基本的な使い方があんまり分かってないなという人の参考になればと思います。まあ、それではもう動画は始まってますが、順番にやっていきたいと思います。で、今回はまあそのおこと主様っていう、もののけ姫に出てくる、まあ、イノシシ、大きなイノシシのおじいちゃんを作るんですけど、そう、今回はあんまりいつもはその、僕が Z ブラシ使うときは、結構後からそのペイントしたりとかすることが多いです。ですけど、今回は、まあ、モデルとして、作っていけたらいいなと最初は思っていたので、そういう感じの作り方をしてます。で、最初はまあ、普通にスフィアを入れて、Z ブラシ、これは 4R8 ですね。4R8 にインポートして、まあ、順番に全体のシルエットを今撮っているというような段階になります。うん。で、僕の話で申し訳ないんですけど、まあ、コンセプトアーティストっていう仕事をしてて、まあ、キャラクターのイメージとかを作ったりするときに、Z ブラシ使ったりするんですけど、そういうコンセプトの時は、結構顔から作ることが多かったりするんですけど、僕の場合は、そっちの方が早いと思ってるんで、ただ、今回はその、まあ、ある程度手順をしっかり踏んでみようかなと思ったので、全体のシルエットから作っていくことにしてます。なので、まあ、あんまりディテールを最初に入れずに、全体のシルエットから決めていってますね。うん。そうそう。あと、今回はそのデザインが、その、もののけ姫のおっこと主様っていうの、まあ、イノシシっていうデザインがもう最初からありますから、まあ、大体、そんなに迷うこともないだろうなと思って、まあ、全体のシルエットから決めていっちゃってますね。で、大体シルエットができた段階で、ちょっとずつまあ下書きというか、まあ、こんな感じの、この辺に目が来るんじゃないかとか、この辺になんかイボがついてるんじゃないかとか、そういう、まあ、大体の当たりみたいなのをつけていきますね。で、そうですね。ちょっとこういう顔のパーツみたいのが入ってこないと、なかなか全体のバランスが取りづらいところがあったりするんで、ちょっとそういうところも入れながら、描いていく感じになります。あ、そうそう。使ってるブラシとかの説明をしなきゃいけないですね。使っているブラシは、この下に僕が使ってるブラシプリセットが出てると思うんですけど、大体は、クレイビルドアップってやつですね。で書いてます。筆圧で結構微妙にコントロールできるやつって書いてますね。うん。で、耳とかをつけてますね。うん。まあ、この辺はまだあんまり、神経質にならずに、ザクザク作っていくというような感じになります。はい。あ、そうそう。で、パーツを、こう耳とか、なんか手足とかパーツをつけるときに、ムーブブラシとか、いう伸ばせるブラシがあるんですけど、そういうのでつけるんじゃなくて、スフィアをインポートして、インサートスフィアで、っていうブラシがあるんですけど、インサートスフィアとかでインポートしておくと、勝手にポリグループが分かれてくるんですよ。今みたいな感じです。今、牙を描いてると思うんですけど、牙とかを足すときも、インサートスフィアで入れとくと、勝手にポリグループが分かれてくれるんで、インサートすると同一のメッシュになるんですけど、後からいくらでも編集ができるんですよね。だから耳とかは同じサブツールでついてますけど、後からそこだけ選択することができるので、まあ、インサートスフィアでやった方が、ムーブブラシとかで、造形するよりも、後からの調整がしやすいかなと思ってます。そうですね。まあ、尻尾とかも全部インサートスフィアで入れてますね。インサートスフィアじゃなくても、インサート、なんだろうな。他のインサートするプリミティブは何でもいいんですけど、まあ、なんかインサートしてやっとくと、後から編集がしやすいですという感じですね。うん。なんか、ムーブブラシで造形すると、なんか、どうしてもつなぎ目がすごく滑らかになっちゃうんで、そこに光が回り込んじゃうんですよね。レンダリングした時に。そうすると、
本来光が回り込むべきじゃないところに光が来ちゃったりするんで、結構メリハリのない絵になりやすいんですね。なんですけど、まあ、この牙とかこういうとこは、全部スフィアでインサートしてやっとくと、こうめり込ませるみたいな感じで形を作れるんで、こうビシッとした形になりますね。うん。で、そうそう。言い忘れてたけど、全体、最初は結構ダイナメッシュで全体の造形をしてます。うん。ダイナメッシュ200ぐらいで造形してますね。はい。大体全体のバランスが見えてきたんで、ちょっと手足とかを作り込んでいこうかなという段階になってきてますね。で、こう、手先とか顔とかもそうなんですけど、体のその端っこの方に人間の目線も集まりやすいんで、その辺は結構シルエットとかを意識して作ると、まあそのビシッとした形になりやすいかなと思いますね。うん。自信がない時は手足を切ったりとかするのはすごく効果的だと思います。視線が集まるポイントをちょっとその排除するというか、そうっすね。こういうところの造形も全部、ちょっとクレイチューブブラシも使ってますね。基本は、この下に出てるブラシだけで僕はほぼ造形してます。スネークフックとムーブブラシと、あとはクレイチューブ、クレイビルドアップ、スタンダードブラシ、ダムスタンダードブラシとかですかね。うん。はい。で、ちょっとその、体の骨格とかも、骨とかも順番にじゃないですね。本当は骨をしっかり作っていかないといけないんですけど、骨を、作ってますね。イノシシを僕はあんまり描いたことがなかったので、ちょっとイノシシの、絵とかも見ながら、写真とかを参考にしながら作ってますね。で、そこの、琴主様という、もののけ姫に出てくるやつは、イノシシ神様は、結構おじいちゃんなので骨が結構出てるんですよね。で、ちょっと、今回は、しかも、後から毛を生やす予定だったので、かなりその骨を大げさにつけてますね。こんなにその筋肉というか、まあ、こんなに造形がこう、ガタガタしてないと思うんですけど、実際は。だけど、まあ、毛で覆われるんで、結構大きくつけて おいて、まあその毛で覆われてもそのメリハリがある形になるように、この時点でなんか考えながら作っているという感じになります。はい。で、こう全体のバランスを調整してますね。この四足歩行の動物はその肩甲骨がね、ちょっと僕はあんまり認識が甘くて、肩甲骨のあたりとその僧帽筋というか肩のあたりとのつながりが難しくて、ちょっと苦戦しました。耳の向きとかもこれ、どっち向けてんのか微妙で、この、もののけ姫の映画とかの、絵を見ながら、やってるんですけど、結構微妙な方向を向いてて、どっち向いとんねんみたいな感じなんですよね。うん。まあ、結構リアル方面で今回は作ってるんで、まあ、やや後ろ向きにやってるんですけど、どうなんですかね。これ豚なのか、イノシシなのか、なんかちょっとそこでも、また微妙にって結構違うっぽいんで、あんまりちょっと分かってないところもありますね。うん。で、そうですね、鼻先とか、ちょっとディテールの造形をこの辺でスタートさせようとしてますね。まだダイナメッシュで作ってるんですけど、流れとしては、だいたいダイナメッシュで全体の形を作っていったら、一回そこで UV を開いて、リトポして、で、サブディビジョンレベルを持たせたモデルに変えていって、そこから細かいディテールをさらにつけていくというような流れになってます。なので、まあ今のところはまだ本当になんかざっくり作ってるという感じですね。僕今回このイノシシ作るまで知らなかったんですけど、イノシシのそのひづめの後ろ、かかとというか、なんだ、ひづめの裏についてるやつ、あのポッチみたいのがなんか2つついてるってことを知らなくて、写真資料を見たら2つついてたんですよね。前後の足両方2つついてるみたいなんで、もしイノシシの足を描くときがあったら、かかとのところというか、ひづめの裏の、なんか爪みたいなとこは、多分かかとなんですかね。あそこは、二つ爪みたいなのを出さないといけないということですね。はい。まあ、こう順番にちょっとずつ。そうそう。あ、で、もうこれはサブディビジョンレベルを持たせた状態ですね。うん。
なんだろう。まあ、Z リメッシャーをかけて、かけるシーンがなかったですけど、Z リメッシャーをかけて、ポリゴン数を減らした状態で、で、まあ、そこに、その、元のダイナメッシュしたモデルを、プロジェクトオールで、まあ、ディテールを転写していった状態ですね。その後、まあ、一番上のサブディビジョンレベル、これ5か4ですね。5ですね。うん、サブディビジョンレベル5の状態で、まあ、造形をしていくという感じです。で、ちょっとその、そうですね。ここまで来るとちょっとアルファとかを使いながら造形をしようとしてますね。ああ、そう。で、Z ブラシは、こう、写真のテクスチャーをポリペイントで、写真をポリペイントする機能がついてて、後からも紹介するんですけど、まあ、このポリペイントを用に使うこの写真のテクスチャーを用意しておいて、今なんかこう、肌っぽいテクスチャーを用意してるんですけど、これをこう、ポリペイントで、描いていってますね。で、なんで描いてるかっていうと、このポリペイントをマスクに変えられるんですよ。だから、まあ、こう写真でこうポリペイントしておいて、後からマスクにして、で、そこでなんかこう、凹凸を、細かいディテールをつけることができるんで、マリとか、今回使いたかったんですけど、ちょっとエネルギーが尽きたんで、マリとかに持っていって、こういう作業は本当はやると、より丁寧な、ディテールが入れられるんですけど、Z ブラシ上でもこのテクスチャータブの中に入ってる機能なんで、この機能ほとんどの人が多分知らない気がするんですけど、これ使うとすごく造形しやすいですね。さっき、書いたポリペイントをポリペイント、マスクバイポリペイントかでやってマスクしてますね。なんでその上から、まあ、ディテールというかへこみみたいなのを作っていくと結構ディテールが簡単に入れることができます。はい。本当は多分マリとか、そういうのでやんないといけない。全身これをやると、より綺麗になると思うんですけど。あ、で、今回その、鼻先と目の周りとか、以外は基本毛に覆われてしまうんで、ディテールは、体の部分にはディテール入れてないですね。牙とか、目の周りとか、口の周りとか、その辺ぐらいで。はい。その辺だけはまあ造形しておくと。目の周りとかこう頑張って作ったんですけど、これあんまり意味がなかったですね。まあ最後まで見ていただければわかるんですけど、途中でもう僕はエネルギーが尽きてしまって、ちょっとあんまり細かいところまで作りきれずに終わってる気もするんですけど、まあでもこの時点ではまだ頑張って作ってますね。はい。で、この Z ブラシのこのマスクがね、裏に貫通する現象をこうどうしたらいいのかっていうので、解決策を知ってる人がいたらちょっと教えてほしいっす。こういう、このイノシシの耳とかのあたりで、マスクが裏に貫通しちゃうんですよね。どうしようもない感じがしてて。あ、そうそうそう。で、今回はそのテクスチャーもちゃんと作ろうと思ってたんですよ、最初は。言い訳しますけど。で、で、僕、森田祐樹さんっていうモデラーの、方の本を読みながら今回作ってたんですけど、その森田さんの本、なんだっけな、本のタイトルがちょっと思い出せないんですけど、まあ、森田祐樹さんっていうモデラーの方が作ったクリーチャーの本があるんですよ。そのクリーチャーの本によると、まあ、テクスチャーをね、書く前に一回ポリペイントで、大体の色つけてから、そこからマリに持っていって、細かい、テクスチャーを作っていくといいみたいなことが書いてあったんで、その手順でやろうとしてて、最初はちょっとポリペイントでなんとなく作ろうとしてるんですよね。でさっきそのディテールの時に使った、まあ、写真をポリペイントに貼り付ける手法で、イノシシの写真とかをフリー素材を引っ張ってきて、ポリペイントで貼り付けてますね。はい。なんとなくこう色をつけて、これ使うと結構簡易的に色つけるっていうのはすごく簡単にできると思うので、うん。なんか、ね、ポリペイントであんま細かく色つけれてられなかった人は、この写真を貼り付ける機能を使ってみたらいいと思います。うん。ちょっと動画が早送りで、どこのボタンを押せば出るのかはちょっとわかんないと思うんですけど、テクスチャータブのところにあります。うん。そこはググれば出ると思うんで、Z ブラシポリペイント写真とかでググれば出ると思いますので。で、この辺からちょっとファイバーメッシュを使って、毛を作ろうとしていってますね。
で、このファイバーメッシュも全然これがうまくできなくて、で、そう、最初ファイバーメッシュでやるつもりなかったんですけど、まあ、一応 Z ブラシからもデータを持っていくんで、まあ、全部 Z ブラシで、基本作れたら楽かなと思ってやってたんですけど、毛の流れがね、作れないんですよね。ファイバーメッシュはそのマスクした部分にだけ適用できるんで、こうマスクしておいて、まあ、適用してるんですけど、で、プレビューでこう見ながら、長さとか重力とかを、調整して、まあ、アクセプトボタンを押すと、サブツールに追加される感じですね。そうそう。なんかこのグルームブラシっていう櫛みたいなブラシがあるんですけど、そのブラシが全然コントロールできなくて、この後ちょっとそのありさまが見えると思うんですけど、全然それがうまくコントロールできなくて。うん。で、おっことぬしさんはそのトサカみたいなのが別でなんか生えてたんで、体の毛とは別の色で出てたんで、まあ、トサカみたいなのも別のサブツールで、ファイバーメッシュを使って足してますね。で、これを一回ブレンダーで今回レンダリングする予定だったので、ブレンダーに持って行って見てるんですけど、この辺でちょっと僕は、もう諦めてますね。ちょっとこれはダメそうだなという感じがしてます。うん。で、一応 UV も開いてあって、テクスチャーもなんか書いてあったんですけど、まあうまくその読み込めなかったりとか、Z ブラシから出したそのメッシュ、ヘアというかファイバーメッシュのデータにテクスチャーが割り当てられなくて、うん、なんか愚痴みたいになっちゃってますけど、そう割り当てられなくて、で、Z ブラシからエクスポートするときに、カーブとしてエクスポートすれば、その、本体のメッシュの UV をそのまま使えてテクスチャーも割り当てられるっていう本に書いてあったんですけど、なんかね、カーブとしてエクスポートすると僕の PC だとちょっと、なんか、こう、入ってくれなくてデータが、なぜか読み込んでくれなくて、こうオブジェクトの状態じゃないと、OBJ の状態じゃないと、こうなんか、インポートできなかったんですよね。あ、これです、これです。うん。Z ブラシの時はこの状態でした。なんで、諦めてキーショットでやることにしました。で、テクスチャーも書いたんですけど、使ってないです、結局、最後は。うん。なんで、まあ、最終的には、これじゃちょっとさすがに、ちょっと嫌だなと思ったんで、頑張って、フォトショップで、レタッチをして、まあ、なんとかごまかしたという感じで、すかね。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ご視聴いただいた方ありがとうございました。